皆様、カープレジェンドチャンネルにようこそ。今回のレジェンドは、2008年、カープに移籍すると、内野の全ポジションとレフトを守れるユーティリティプレイヤーとして、機械が中心ながら、東出、そよぎ、堂林が怪我で離脱した際には、確実にポジションを埋めるなど、スーパーサブとして存在感を発揮、その後、活躍の場を求めて FA 権を行使するものの獲得球団がなく西武のテストを受けて入団、現役引退後はプロ野球選手としては初めてクリケット選手に転向するなど異色の経歴を持つ木村翔吾氏です。このチャンネルではカープの選手、監督、関係者などのエピソードを紹介しています。毎週発信していきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、生い立ちから見ていきます。木村翔吾氏は、1980年、昭和55年、4月16日、大阪府大阪市城東区に生まれます。そして、小学1年生の時から野球を始め、中学校を卒業すると、地元の大阪を離れ、香川県の尽誠学園高校へ進学するのです。尽誠学園といえば、1983年、初めて春の選抜に出場すると、以降、春7回、夏11回、甲子園に出場する、強豪校で、ロッテなどで活躍した、伊良部秀樹、オリックスなどで活躍した、谷義朝、そして、横浜などで活躍した、佐伯孝弘など、多くのプロ野球選手を輩出しています。木村氏も3年夏の時甲子園に出場するのですが2回戦で関大一高に敗れています。ちなみにこの大会松坂大輔擁する横浜高校が優勝を果たしており、決勝では京都成章高校を相手にノーヒットノーランを達成しています。なお、カープ関係では、日大山形の栗原健太、敦賀気比の東出明宏、報徳学園の鞘師智也も出場しています。木村氏は高校卒業後、プロ入りの話もあったようですが、会指名を理由に監督が断っており、本人は当初、社会人野球のチームへ入る予定でした。しかし、熱心に誘いを受けた愛知学院大学に進学することになります。愛知学院大学では1年の時からほぼ6番ショートで、リーグ戦通算では85試合に出場し、打率3割1分8厘、5本塁打、70打点をマークするなど、リーグを代表する選手として活躍します。すると、2002年、大学卒業時のドラフトで、横浜ベイスターズから11巡目で指名を受け、入団するのです。木村氏は、買い指名ながら、1年目の2003年3月28日、横浜スタジアムで行われた阪神との開幕戦、7回裏、吉見雄二の代打として、プロ初出場を果たしますが、空振り三振に倒れています。ただ、翌29日に行われた同じカードでは、4回裏に、ドミンゴ・グスマンの代打で出場し、高校の先輩でもある、伊良部秀樹から、三塁線にバントを試みたところ、結果的にヒットとなり、これが、プロ初安打となるのです。木村氏は、4月以降も、代打などで途中出場し、4月4日、名古屋ドームの中日戦、4月10日、横浜スタジアムでのカープ戦と、続けざまに、ヒットを放つのですが、その後は全く打てなくなります。2軍落ちも経験した後、6月13日、横浜スタジアムで行われた中日戦では、2番ショートとして、初のスタメンを勝ち取るも、2打数ノーヒットと結果が残せず、第3打席では代打を出されています。6月21日、神宮球場で行われたヤクルト戦、代打で2ヶ月以上ぶりのヒットを放つも、1年目はこれが最後のヒットでした。ただ、翌年以降、伸び悩みます。打撃フォームの試行錯誤を繰り返すのですが、翌2004年はわずか1試合の出場でノーヒットに終わると、2005年は1軍出場すらありません。2006年になり、2年ぶりに1軍に上がるも、15試合の出場でヒット2本、翌2007年も10試合の出場でヒット1本に終わるのです。すると、転機が訪れます。2007年オフ、小山田康弘との交換トレードで、岸本秀樹と共にカープへ移籍するのです。2008年、カープに入団した木村氏は、キャンプの時からブラウン監督の目に留まると、出場機会を増やしていきます。
3月28日、名古屋ドームで行われた中日との開幕戦、途中からセカンドの守備につき打席も回ってきますが、ここは三振に倒れています。その後も主にダイソーや守備固めで起用されていましたが、4月24日、広島市民球場で行われたヤクルト戦では8番ショートとして移籍後初スタメンを果たします。この試合は4打数ノーヒットでしたが、2日後の4月26日、横浜スタジアムで行われた横浜戦で再びスタメン出場を果たすと、ようやく移籍後初ヒットを放つのでした。このように移籍初年は内野の守備固めや代走が中心ながら94試合に出場し、11安打、打率2割2分9厘をマークしており、出場試合数は横浜時代の5年間を合わせた数字のちょうど2倍でした。翌2009年もスタメン出場はないものの69試合に出場し、2年連続リーグトップの代走起用39回のほか、内野守備固め44回、外野守備固め14回など、試合終盤の守備を任されるスペシャリストとして活躍するのです。2010年においては、序盤は2軍も5月下旬から1軍に上がり、代走や守備固めなどで起用されるのですが、8月下旬になると、スタメンのチャンスが訪れます。東出が負傷で離脱したため、8月21日、マツダスタジアムで行われた横浜戦では、2番セカンドとして2年ぶりにスタメン出場を果たすと、3打数2安打、1打点の活躍を見せるのです。この頃はバットを寝かせた新しい打撃フォームで打撃面でも好調を維持していきます。すると9月9日神宮球場で行われたヤクルト戦では9回表松井康介からプロ初アーチを放つと、9月18日横浜スタジアムで行われた横浜戦では6打数5安打の固め打ちを見せるなど、このシーズン70試合に出場し、打率3割2分4厘をマークするのでした。翌2011年においては、東出が故障から復帰したため、当初は以前と同じ、控えが中心でしたが、6月末頃、今度は、そよぎ栄進が負傷で離脱したため、7月から、ほぼ、2番ショートで、スタメンに名を連ねることになるのです。結局、この年、キャリアハイとなる106試合に出場、76安打を放ち、打率、2割5分9厘、また、37犠打も、自己最多でした。ただ、2012年になると、そよぎ栄進がショートのポジションに復帰したため、控えに戻ると、守備に難があった、サード、堂林翔太の守備固めや、代走などで起用されることが多くなり、また、出場機会を増やすため、ファーストにも挑戦しています。また、7月18日、マツダスタジアムで行われた中日戦、7月29日、同じく巨人戦では、初のクリーンアップ、3番スタメンを任されるのですが、いずれもヒットを放つことはできませんでした。翌2013年においても、当初は控えでしたが、8月中旬以降、堂林が骨折で離脱したことから、小久保などと併用ながら、スタメンで出場する機会を増やしていき、10月2日、マツダスタジアムで行われた阪神戦では、スタンリッチから3年ぶりのホームランを放っています。このように、木村氏はこの年、62試合に出場し、打率、3割2分5厘、1本塁打12打点3盗塁という好成績をマークし、カープ初のクライマックスシリーズ進出に貢献しています。ただ、クライマックスシリーズにおいては、ファーストステージでは2試合ともスタメンで出場し、2試合目にヒットを放つものの、ファイナルステージではヒットを打つことはできませんでした。翌2014年においては、サードの堂林が打撃不振のため、5月中旬頃から、そよぎがショートからサードに回り、木村氏はショートスタメンで出場する機会を増やすのですが、8月以降、今度はルーキーの田中康介が台頭したため、木村氏は再びベンチを温めることが多くなるのです。この2014年、木村氏は2011年に次ぐ101試合に出場し、打率、2割6分1厘、1本塁打13打点4盗塁の数字を残すなど、出場試合数は増やしたものの、翌2015年においては、田中康介がほぼショートのレギュラーに定着したため、72試合の出場にとどまるのです。すると、重大な決断を下します。
木村氏はスタメンで常時出場したいとの思いが強く、レギュラーになるべく環境を変えようと考えた結果、11月10日、海外 FA 権を行使したのでした。木村氏はこの時35歳と、プロ野球選手としてはベテランの域に差し掛かっていましたが、内野の全ポジションとレフトを守れるユーティリティプレイヤーであり、また年俸4100万円と人的保障のない C ランクということもあり、数球団が獲得に名乗りを上げると見られていました。ところが1ヶ月以上を過ぎても移籍先が見つかりません。カープ球団は FA 宣言後の残留を認めていなかったこともあり、一転して所属球団なしの危機に陥るのでした。このため世間からはセルフ戦力外、勘違い FA などと揶揄されることになるのです。ただ翌2016年になると西武のテストを受けて入団することになります。このように FA 宣言した選手が他球団の入団テストを受けるのは NPB 史上初めての事例でした。2016年、西武に移籍した木村氏は開幕には出遅れたものの、4月23日、西武ドームで行われた楽天戦で途中からファーストの守備で移籍後初出場を果たすと、2打数1安打の数字を残します。その後、数試合途中出場して結果を残すと、5月1日から11試合連続でスタメン出場するなど、レギュラーをつかみかけたかと思われたのですが、定着まではいきません。さらに、悲劇が続きます。6月22日の練習中に右膝を痛め、診断の結果、右膝前十字靭帯の断裂という重傷を負うのでした。木村氏はここまで38試合に出場し、打率2割2分1厘の数字を上げていたのですが、残りシーズンを棒に振ることになり、10月1日、無情にも戦力外通告を受けるのです。ただ、11月18日、育成選手として再契約することになります。これは故障が回復した時点で支配下登録選手へ復帰することを視野に入れた契約でした。そして翌2017年、故障から復帰した木村氏はイースタンリーグで37試合に出場すると、6月8日には支配下登録選手を勝ち取るのです。すると同日、メットライフドームで行われた巨人との交流戦、9番サードでスタメン出場を果たすと、4打数1安打の数字を残しています。木村氏は翌9日の DeNA 戦においてもスタメン出場を果たしますが、ノーヒットに終わります。そして6月23日、福岡ヤフオクドームで行われたソフトバンク戦で代打出場しますが、この試合を最後に1軍でのユニフォーム姿を見ることはできませんでした。10月6日、前年に続いて戦力外通告を受けるのです。木村氏は NPB 他球団での現役続行を希望し、2017年11月15日にはマツダスタジアムで行われた12球団合同トライアウトに参加すると、シートバッティング方式の対戦では4打数のうちライトフェンス直撃の2塁打1本を放つなど存在感を示すのですが、獲得のオファーを受けるまでには至りません。ただ、クリケット関係者から身体能力の高さを評価されたことを機に、プロ野球選手を引退し、クリケットへの転向を決意するのです。なお、プロ野球選手がクリケット選手に転向した事例は、木村氏が世界で初めてと言われています。結局、15年間の現役生活で733試合に出場、294安打、打率2割6分1厘、打点71、本塁打3、盗塁34という数字を残しています。木村氏は2018年3月に行われた日本クリケット協会が主催する男子日本代表強化選手団の選考会へ参加すると、日本代表の強化選手に選出されています。そして現在はワイバーンズクリケットクラブに所属しつつ、海外でのプロ契約を目指し、日本と海外を往復する日々を送っているようです。以上が木村翔吾氏の半生になります。
2008年カープに移籍すると、内野の全ポジションとレフトを守れるユーティリティプレイヤーとして控えが中心ながら、東出、そよぎ、堂林が怪我で離脱した際には確実にポジションを埋めるなど、スーパーサブとして存在感を発揮。その後活躍の場を求めて FA 権を行使するものの、獲得球団がなく西武のテストを受けて入団。現役引退後はプロ野球選手としては初めてクリケット選手に転向するなど、異色の経歴を持つ木村翔吾氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。ではまたの動画でお会いしましょう。